お、簡単にできた。これと本体をくっつければ終わりです。結構手を可愛く作るのってなかなか大変なことなので、バランスを調整しないといけないですね。なんでいいかな、とりあえずは。こんな感じでループカットとか追加していただいて、あとは頂点結合したりして、なんかだんだん整えていくんですけども、最後にですね、髪の毛のちょっといい作り方だけ追加でお話ししたいと思います。はい。髪の毛はですね、実はカーブという機能を使うと結構楽に作れたりします。カーブ、物がたくさんあるとなかなか見づらいと思うので、ちょっと一回この全部非表示にしてもらうといいかもしれないですね。でですね、何もないところでですね、シフト A を押してカーブっていうものから、例えばこのパスっていうものを選択します。パス、はい。これはですね、編集モードに入るとですね、こんな感じで編集でこの頂点を動かせるんですけども、これ線なんですね。そうです、そうです。ですね、ちょっと大きく動かすと中の方にちょっと見づらいかもしれないですが、黒っぽい線が見えると思うんですね。お、はい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 、見えます見えます。髪の毛みたいなもうこんな細い線でね、はい。これタブを押して抜けるとちょっとオレンジ色って見やすくなるんですが、タブ、ああ、なるほど、ほうほうほう。頂点も簡単にこの同じように X キーで消すことができます。頂点消してもですね、カーブが2つに分かれるわけじゃないんですよ。まあ、ちょっとこれタブキーで1回抜けていただいて、カーブのメニューにですね、オブジェクトデータプロパティ、今回で言うとあの緑色のふにゃっとしたマップ、はい、それを押していただくとですね、ジオメトリーのレベル丸め、丸めってところの深度っていう数字をちょっと増やしてもらっていいですか。ブラックとかでもいいです。おーおー、なんだこれこれですね、すごい簡単にこのパイプが作れるんですね。なるほど。パイプが作れるだけじゃなくて、この今断面が丸めになってるので円なんですけども、断面を好きな形にできるんですね。例えばあのフィギュアの髪の毛とかって三角形みたいな形をして、なんか一箇所ちょっと角が立ったりしてることが多いんですけども、おお、なるほど。断面側を作ってみますね。同じような感じでシフト A を押してカーブの中から円っていうものを作ってもらっていいですか。シフト A、 カーブ、円、はい、作りました。そしたら編集モードに入ってもらって、編集モード、どれか1個でいいので1点この選択して X キーでちょっと消しちゃいましょう。X キーで頂点を消すんですか。頂点を消しちゃいましょう。ちょっとこのふにゃっとした形のなんか楕円っぽくなりましたけど、楕円っぽくなりましたよね、はい。A を押して全選択して、はい、ローカルの横にあるボタンのそれぞれの原点ってやつ選べますか。はい、それ選んでそのまま S キーを押すと、ああ、こんな感じ、三角形っぽくなる。そう、三角形っぽくなりますよね、はいはいはい。これを今度断面に使ってしまおうと思うんですよ。ただちょっと一回編集モード抜けていただいて、もうさっきの元のカーブの方を選択して、い、今度この丸目っていうところの数字は一回ゼロに戻してしまって、今度代わりにオブジェクトってやつを押して、オブジェクト、はい。でこのスポイトみたいなアイコンで、なんか分かってきたぞ、この三角を。あ、その通りですね。おお、なんだこれ。こんな感じでですね、この三角形を伸ばしてる形ができるんですよ。うわ、すげえ。さらにこれでですね、この一箇所だけ細くってこともできたりします。ほほう。編集モードに入ってこの細くしたい、例えば一番先端の先点とかを選択していただいて、はい、点を選択、オルト S を押して、オルト、ああ、なるほど。うわ、すげえ。こんなんでいいですか。はい、そんな感じです。なんかこれフィギュアの髪の毛っぽくないですか。確かに、もう髪の毛っぽい。これを使えばですね、結構簡単に髪の毛は作れます。あ、もうこれが1個の蓋ってことですよね。そうです、そうです。これでもちょっと疑問あるんですけど、はい、なんかめちゃくちゃさっきまでいじってた手とかと比べて、はい、滑らかに見えるんですよ。あ、そうなんですよ。実際ものすごくポリゴン数が多いんですね。これポリゴン数めちゃくちゃ使ってんですか。そうですね、めちゃくちゃ使ってます。わ、やべ、おえぐいそうなんですよ。なのでポリゴン数をちょっと今のうちにコントロールしちゃおうと思います。今編集モードに入ってるのでちょっと抜けていただいて、この断面にある三角形とかを選択していただくと、その三角形のですね、プレビュー解像度ってところが上の方にずっとあると思うんですが、はい、これ12になってるんですけど、この数字をですね、3とかめちゃめちゃ下げてもらっていいですか。3、極端に下がりそう。あ、なんかすすっきりしましたね。はい、そうなんですよ。これがですね、この断面側の方のポリゴン数になるので、はは、同じような感じでこっちの伸びてる方向に対する解像度みたいなのもあるので、それも同じような感じでちょっと適当に数字をドラッグして動かすとですね。ああ、なるほど。おお、はい、これでなんかちょっとこのゲームにふさわしいポリゴン数みたいなものもここでコントロールができるんです。なるほど、なるほど。これも3ぐらい。そうですね、このちなみに3っていう数字はさっきあったセグメントっていう数に対して何回割れるかみたいな感じですね。はあ、これでちょっと一回
シェード。あ、でもこれでもそんなに、さっきよりはスムーズじゃないけど、髪の毛の房っぽく見えますね。そうなんですよ。これ、まあさっき話したスムージングってやつが効いてるので、結構実際よりも滑らかに見えるんですね。スムージングっていうのは、ポリゴン数を増やさなくてもスムーズに見えてるってことなんですね。そうです、その通りです。輪郭はカクカクしちゃうんですけども、陰影は滑らかにつなげるっていう感じの機能です。なるほど。まあじゃあこんなもんかな。そうですね。あ、ただあと一個だけ、このカーブのコントロールしようと思うとですね、ちょっとこのひねる必要が出てくると思うんですね。ひねる、うん。カーブをとりあえず全部選択してしまって、A で全部選択して、はい。コントロール T っていうのを押すとですね、ちょっとドラッグすると。おー、びっくりした。はい。これですね、1点だけひねってぐるぐる巻きにすることもできますし、角が立っているところをどこに向けたいかって出てくると思うんですね。うん、例えばこの、そうですね、最後の1点だけを選択して、コントロール T とか押して、一回ひねるみたいなことも。今、ポリゴン数減らしちゃったから、あまりひねっても効果は分かる。あ、でも、なんかちょっとツイストかかりますね。あ、そうです、そうです。あ、うわ。ねじれた。はい。なんかこういうものもですね、まあ、ソフトクリームみたいなものとかもこれで簡単に作れるので。ソフトクリームね。あのトグロを巻いたあれとかも作れるわけですね。そうですね。うわ、なんか気持ち悪い。あ、でもこうやって髪の毛作っていくんだ。そうなんですよ。これ使えばですね、結構複雑な髪の毛も作れるので。まず、カーブで流れを作って、はい。で、まあ次、断面図の形を作ると。はい。で、まあ、こうやってひねったりして形を整えていくって感じなんですね。はい、そうです。で、その時にちょっとポリゴンにするときに、どれぐらいのポリゴン数になるかをちょっと調整しておくと、後々いいですね。なるほど。これちょっと太さ変えたいときどうするんですか？あ、太さはですね、フォルト S で変えれます。全部選択していただいて。選択してから。はい。おー、なるほど、なるほど。なんか、抑揚をつけたいときは、やっぱりこうワイヤーフレームにして、一個一個やっていく感じなんですか？ですね、さっきのは1点だけ選択して、フォルト S でも結構できると思いますね。あー、なるほど、こういうことね。はい。おー、はいはい。あ、これでちょっと髪の毛の強弱がつけれるってことですね。そうです、そうです。ポリゴンに変換してしまうと、やっぱりどうしても一個一個調整するしかなくなるんですけども、うん、この状態だと、なんか少し調整するだけで結構大胆に変わるので。なるほど。うわ、すごい。これだったら簡単に作れそうですね。あ、よかったです。ただこれ全部の草やるのはかなり大変そうだね。まあそこはちょっと大変なんで、髪の毛の作り方いろいろあるんですけども。でもこれで結構簡単な方なのかな？まあちょっと比較的簡単にこういう髪の毛を作る方ですね。まあ実際にはその、まあお団子頭みたいなものを作ろうと思ったら、結んでる髪なのでほぼ球体から作れると思うので、うんうんうん。なんかそういう時はポリゴンで作った方がいいっていうのもあるので、ちょっとそこら辺は使い分けかなっていう感じですね。なるほど。南極と北極みたいなところもあるんですけど、これがつむじと思って使うと人間の頭の生え際として結構利用しやすいんです、ね、そうですね、地道な作業ですね。これ簡単ですね。確かにこれ簡単ですね。本番のテクスチャーではなくて裏にも突き抜けちゃってるんで UV は嘘なんですけども、はい、ただ一旦この状態やらないとちょっと何もわからないというか。なるほどなるほど。